DF-15、DF CSS-6 の射程 DF-15 は中国が開発した短距離弾道ミサイル。中国人民解放軍のロケット軍にて運用されている。1985年に開発が始まり、設計が1987年に承認され、1980から1990年代頃に小ビ砂漠で発射実験が行われた。 2009年のアメリカ国防総省の推測では、年間100発以上増加し、配備数は350から400発、発射機数は90から110機とされている。そのほとんどが台湾が目標とされ、福建省などに配備されている。ミサイル運搬券発射車両は TA5450、TA または WS2400 の8輪駆動車。有事には、 基地から鉄道を利用し移動、射撃する。同装備部隊例下の支援部隊が円幕を展開し、偵察衛星及び偵察機による非発見を防止する。同ミサイルの展開から発射可能時間はおよそ15から30分と言われている。1990年代にシリアへ輸出されたとされる。 h t t p w w w s <ッ> o、so、f t w a r n e t f 1 5 h t m l ハット AB 中国の軍事力2009ハウチャイナソールドシリア抜けケイパブルミサイルズ wndhttps コロンスラッシュスラッシュ www.wnd.com スラッシュ1998スラッシュ10スラッシュ3372スラッシュ2018年10月16日閲覧。ありがとうございます。